皆様こんにちは、アクアフォレストトドロキです。今日はオーストラリアンクローバーボールの作り方をご紹介しようと思います。石と石の隙間など水草を植えれないところでもポンと配置するだけでレイアウトすることができる便利なアイテムです。それでは早速作り方をご紹介しようと思います。まず手頃な大きさの溶岩石の上にウイローモスを広げます。ウイローモスはある程度横にも繁茂するので薄めに巻きつけるだけでも大丈夫です。ウイローモスを巻き上に乗せたらその上にオーストラリアンクローバーを乗せます。細かくカットしたものよりもある程度長さのあるものの方が、巻いた後に抜けづらいのにおすすめです。この後はリシアラインで、固定して完了です。それでは巻き方もご紹介しようと思います。何かを巻くときはテンションを張るように糸をピンとさせておいた方が絡まりづらいので片方を口に加えるようにするとやりやすいと思います。ウイローモスが溶岩石に活着しそこに絡まるようにオーストラリアンクローバーが生えるのである程度粗めに巻いても大丈夫です。巻き終えたら両端を米結びにします。石の角などエッジが立っているところで結び目を作るとほどけづらいのでおすすめです。あとは余った糸を切れば完成です。慣れれば一つ1分程度で作成できると思います。実際の水槽での使用例です。流木と石の隙間にこのようなオーストラリアンクローバーボールがここは3つほど入っています。ガラス面と石の隙間にできた細い隙間などは動画だと少し分かりづらいですがエアーチューブなどの細いものに同じように巻きつけることで対応することもできます。こちらは3週間ほど前に設置したところです。オーストラリアンクローバーが繁茂しているので最初の頃の不自然な感じは消えていると思います。オーストラリアンクローバーはソイルに直接植えなくても元気よく繁茂するのでこういった使い方ができる便利な水草です。皆さんのレイアウト水槽でも活躍すると思います。それではこれでオーストラリアンクローバーボールのご紹介を終わりたいと思います。ご来店お待ちしております。